よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ、なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通れ。凄まじい、こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。クシャーンどもから奪いしこのザンバトン、貴様のそのザンバトンには少々見合わぬようだ。信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。さすがは絶望よりはいでし男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。いや、ゾット間違いない、あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。精霊さんたち、
たち。それ。あの赤子の思いか。精霊さんたち。Yeah!